自己紹介よろしくお願いします。はい、一歩ありきゅういんの、杉本純一です。卒業して卒業して大体10年ぐらい10年ぐらいですか。へえ、長いですね。もう10年経ちました、ね。ここの治療院はそのメインとしてはどんな治療をしてるんですか。メインのお客さんは、不妊治療で悩んでいる女性のお客様がほとんどです。これまで何回も成功してるというか、そうですね、まあ、体調もね改善すればいいと思うんですけど、なかなか妊娠しない人が病院に通ってこられてるんですけど、まあ、それでも月に2人以上は、毎月妊娠されてます。すごい、はい、ありがとうございます。最初高校卒業して鍼灸師になったんですか。あ、そうですね、鍼灸師になったきっかけは、もともと高校まで陸上をやってまして、その高校時代にスポーツトレーナーになりたかったんですけど、まあよくあるね、よくあるです、そこで出会った先生が陸上のトレーナーをやってる先生で、こんな仕事あるんだって思って、その先生に相談したら、その治療できるスキルも持っていた方がいいって言われたので、はい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 、スポーツトレーナーを目指しつつ鍼灸師の勉強をしてた。なるほど。市に行ってました、学校に。でも今は、まあ、治療院としては、不妊治療を中心。あ、そうですね。この辺はどういう考えがあったんですか。あ、もともとスポーツもやりたかったんですけど、針っていうのは肩こりとかその腰痛だとか痛みに対して、針治療ってすごく、そうだね、一番有効、ね、な治療やと思うんですけど、はい、けどその学校で見たその論文の中に、その子宮と卵巣の機能を上げるっていうその論文が前の神経のやつが勤めたところがあったんですけど、で名古屋だったんで一回見学に行ってみようと思って、でそこでその話、その前の職場の先生に話した時に、なんか不思議やでちょっと習ってみた、その習得してみたいな技術を持って、勉強家だね学生時代はそんなんなかったと思うけどなやっぱり環境って大事ね。そうです ね、 ね、それが今や勉強しに、しかも自分から行って行って、偉い。なるほど。あ、そういう風で最初スポーツしたくて、まあ、鍼灸師になって勉強してるうちにだんだんそういう道に行くようになった。そうですね。あ、そういう道もあるんですね。ありました。なるほど。杉本さん学校、まあ、3年間ちゃんとね、はい、卒業して鍼灸師になって、はい、その学校で勉強したことが今のこう仕事に生かされてるっていうことありますか。ああ、そうですね、不妊治療をメインにしてるので、そうですね、柿木玲子先生の生理学、そう、ホルモンの話をよく患者さんと話すんですけど、その時柿木先生に教えてもらったことを患者さんにそのままそこで、じゃあ、なるほど、まあ、柿木先生の生理学はかなり定評があるんでね、はい、いい授業だと。分かりやすかったですね。なるほど。あと学校で何か面白い出来事とか行事ってありましたか。そうですね、最初学校生活でやっぱり慣れ、友達とかと慣れてない時に、1年生の時に体育祭みたいな行事があって、それで陸上競技場でやった。あ、そうで、体育館みたいなところ。あ、体育館の方か。ちゃんと出たんですか。ちゃんと出てましたよでもまあ行事はね、やっぱ楽しいですね。まあ杉本のクラスは楽しいクラスだったからね、本当に。そうですね。ね、すごい楽しそうに学校生活してたわ。そうですそうです。みんな楽しそうでした。ね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここの一歩針灸院、ここ綺麗なね鍼灸院ですけど、はい、杉本さんはいつからそのまあ学校高卒業して、はい、もうすぐ就職ですか。あ、そうですね、ちょっと免許取ってから、その年に名古屋に勤めて、6年勤務した後、結構長く、はい、でその後四日市に開業をしました。した、その開業する時のきっかけってあったんですか。
開業は実は、うん、あの学生時代の時から開業したいとは思っていて、でも6年も勤めて、当時その前勤めてた職場との約束で、うんうん、6年は勤めるって約束があったので6年やってよかったかなとは思います。なるほど、やっぱそういうのも大事なんですね。そうですね、下積みみたいなちょっと経験的なところもあって、で一応約束もあり、もう、それでやっと開業して。そうですね、開業してからその全然人が来なくて大変だったとか、ね、これはちょっと大変だったっていうことあります？開業してやっぱり最初お客さんがやっぱりつくのが、うん、あの大変でしたね。ですよね、うん、だって地元ですか、その開業されたのは。地元ではないですね。ね、じゃあその縁もゆかりもないというかね初めての患者さんばっかりやもんね。そうですね、うん、三重県でやりたいと思ってたんですけど、うん、そのやっぱり三重県の中で一番人が集まるところってそのこの辺だと四日市が一番多くて、うんね、で四日市で決めてたんですけど、うんってことは、まあ開業する、まあ、下地も大事やし経験も大事やし、で、まあ、これでやっていけると思ったらやっぱり開業が杉本先生やったらおすすめ。おすすめです。楽しいですか？楽しい、今のが楽しい。ありがとうございます。はい、新旧市になって11年12年ですけど、はい、まあ、こういう映像を見てもらって、あ、私も新旧市になりたいなっていう人たちに向けてですね、何か一言あったら欲しいなと。わかりました。はい、と今ですね、あの、うん、不妊治療をメインにしてるので、うん、やっぱりそのなかなか妊娠しなくて、うん、あの何年も婦人科に通われて我がにもスーパーローモレで当院に来院される患者様が、うん、やっぱり妊娠されたとか出産されると、うん、あの通ってよかっただとか、めっちゃいいよね。本当、人生に携われる仕事なんで、あ、すごくそこは感謝されて僕も嬉しい、うん、患者さんも嬉しい、仕事のやりがいです。いい仕事だね。はい、なるほど。じゃあそういう人たちが、まあ、鍼灸師とか、まあ、こういう、まあ、全部ですけどね、医療系全部ですけど、まあ、鍼灸師っていうのは特に患者さんと近いね、うん、存在ではあると思うんで、そういうのが一番身近に感じれる仕事だと思います。いや、いいこと言いました。ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。